こんにちは。体の枝自慢勝負です。今日は2023年の9月18日、4時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在のエダコインの値段は 37.13 ということで、37円台にちょっと戻りましたね。これ1時間の足ですけど、ちょっと今日は午前中は下がってここに上がるというね、ちょっと最近と逆の感じですけど、はい、で、まあ一旦ちょっと落とされていますけど、38円の手前、手前ってことないか、37.7 円ぐらいまでね、行ったということです。ちょっとまあ、日本は休みでしたけど、まあ、平日始まったということですね。今週ちょっとどうなるか見ていきたいですけど、日足で、こうね、ちょっとこう、ツンツンとこう下がってきてたのが、なんとかこれ止まってくれそうな雰囲気をちょっと醸し出してきたので、ちょっと期待ですよね。はい。で、そこで同じようなタイミングでビットコインがね、400万円に戻ったということですね。またちょっと今下がってますけども、はい。ちょっといい兆しかもしれません。では、ツイッター見ていきます。はい。カルダニアンさんからですね、最近のというか、レースウォレットで複数委任というのができるようになったので、まあ、その仕組みの説明ですね。はい。カルダのヨーダさんがそれをちょっとさらに整理してくれているので、見ていきますと、カルダのウォレットを使用すると、ユーザーはADAを複数のプールに委任できます。それがどのように機能するかを見に来てください。ユーザーがウォレットを作成すると、新しいランダムシードが作成されます。ウォレットはシードから他のすべてのキーを発生しますと。はい、ここに絵が出ていて、まあ、これをもとにね、いろいろ発生して、こう、説明をしてくれてるんですけど、まあ、ちょっとね、難しいといえば難しいです。で、こう、まあ、シードフレーズから、マスターキー、というのがあって、それさらにアカウントキーというのがあって、で、ステーキングキーというのをと、ペイメントキーというのを作っていくんだけど、このアカウントか、このアカウントを、ね、複数作るかどうかというところがポイントのようです。はい、で、このシードフレーズはね、よくある、日本、英語か、英語の24フレーズですよね。はい、そこから、まあ、キーをいくつ作るかと、どこで、複数にするかというところがポイントということです。はい、コーヒーさん、IOG エマゴカルダの財団がラスベガスの NFT ビスリーコミュニティイベントに参加、9月29日から10月10日、チャールズさんはじめカルダの系の有力者も集結と。はい、愛知さんからも、昨年の CNFT コンが、今年は NFTXLV という名前になっていますね。国内および海外で体の関連のイベントが多く開催されています。チャールさんや IOHK の社長さんはじめ、クレイネーションや、こちらの CEO と数多くの署名人が出席するようですと。はい、こちらのイベントですね。はい。なかなか海外まで行ってね、このイベント、まあ、最近、シンガポールにもありましたけど、なかなか行けないですよね。はい、まあ、ADA が200円とか300円とかあればね、少しは海外行って遊びながら見てもいいかなという気もするけど、なかなかそうはいかないですね。はい、ビットタイムズから、暗号資産は未来、法定通貨はもう終わりと、金持ち倒産、ロバート清崎氏が言っているということで、ちょっと面白そうなので見てみます。はい、皆さん大好きロバート清崎ちょっとわかりませんけど、私結構この方の本好きなんですけどね、はい、最近の本は読んでませんけど、最初の金持ち倒産とか、なんだっけ、クアドラントってやつですよね。あの辺は面白かったです。仮想通貨未来、ね、法定通貨終わりと指摘。金持ち倒産、貧乏倒産を執筆したことなどで知られる、ロバート清崎氏は、9月17日にシンガポールで暗号資産関連の大規模なカンファレンスが開催されていると説明した上で、仮想通貨は未来であると語りました。同氏は今回の投稿で、法定通貨はフェイクマネーであると述べており、法定通貨はもう終わりだと述べています。シンガポールで大規模なクリプトカンファレンス開催、非常にエキサイティングだ、暗号資産は未来だ、法定通貨、別名フェイクマネーはもう終わり。ロバート氏は以前から金、銀、ビットコインを強く支持しており、金、銀は神様のお金、仮想通貨は人々のお金、法定通貨は政府のお金と述べています。同氏は法定通貨を批判しているのは、中央銀行や FRB が大量の紙幣を発行している続けていることなどが主な理由で、米ドルなどの法定通貨は偽物のお金であるため、近い将来には法定通貨への信頼が崩壊して、価値が大幅に下がると警告されています。一方、金銀ビットコインなどは供給量が限られた資産であるため、世界経済が非常に、
危機に瀕した場合の避難先になると予想されており、価格面でも大幅な上昇が予想されています。ロバート氏の価格予想、ロバート清崎氏はこれまで金銀ビットコインの価格予想を何度か語っていて、これらの資産に対の将来に対して非常に強気な見解を示しています。ビットコインの価格予想では今年の7月に2024年に12万ドル1770万円との予想が語られています。今年2月に投稿された価格予想はさらに強気で、金銀ビットコインの価格は2025年までに以下のような価格になるとの予想も語られています。金5000ドル74万円、銀500ドル7万4000円、ビットコイン50万ドル7400万円。今年8月には世界経済が崩壊した場合、金銀ビットコインの価格が語られており、具体的には以下のような金額、金が1100万円、銀が886万円、ビットコインが1億4800万円。ロバート清崎氏の価格予想は非常に強気の内容となっていますが、ビットコイン価格が10万ドルを超えるという予想はその他の署名アナリストなどからも語られており、現在は2024年の半減期でビットコインの価格が10万ドルを超えるという予想も多く見られていますということで、まあ、いずれ1億円はいくって言ってる方はね、結構やっぱりいらっしゃいますよね。はい、まあこれをちょっとここだと行き過ぎな感じもするので、まあ、ビットコインが7400万円ということでになると、まあ、700万円の10倍ですよね。そうすると、まあ、同じようにエイダも10倍になると考えると、エイダ3000円ぐらいまでいっちゃいますね。はい。どうなるでしょうかね。この方、最近本出してないと思うのでね、仮想通貨に関する本は出してないと思うんで、ちょっとこういう本をね、出してもらったら、即買いして読みたいなと思います。はい、ビットタイムスから、この3つ目ですね。バイナンスジャパン、バイナンスエンジェルっていうのがあって、何かなと思ったら、日本のバイナンスで、あ、日本じゃないな、バイナンス全体か。で、国にはよるんですけど、アンバサダーじゃないけど、なんかそういう人たちを募集するということですね。はい。なんか報酬はないけど、なんか、バイナンスのね、本社の方と近づけたり、いろんな、イベントに優先的に出れたりということなので、あ、でもこれ日本だな。あ、バイナンスジャパンって書いてありましたね。すいません。はい。ということでした。はい。では値段に戻りまして、37.26 円ですね。はい。14,012.9×37.26 で元本が10万円ですので、計算しますと42万2120円のプラスということになりまして、422% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。